7番2番東北勢は3、4番手中段です。そして7番2番車の後ろには短期で控える3番の安藤、外に持ち出してここは上がるか。1番の石丸に内側から最後尾6番柳詰が上がっていきます。1番石丸と並んでジャンの3コーナーに入るところ、関東2車が先頭の状態、後ろを気にしていて3番手1車身焼けて7番車姿、縦1列の状態でジャンが激しくなる4コーナーカーブ、7番手から1番車石丸ひろゆきが仕掛けていくか。7番手からここは出ていけるか。1番の石丸、8番の志村が先頭の状態、風を切ります。1センターから2コーナー、8番4番関東勢の先制、3番手には7番の姿、7番姿の3番手からのまくりです。8番志村と並んでまくり切って7番車、1番石丸は現在も7番手、そこからまくり追い込んでいって2センターカーブ、7番の姿先頭、2番伊藤が続いています。直線外に広がって3番手からは3番安藤、直線2番の伊藤がかわして外からは3番、さらに9番車が大外を突っ込んできています。橋本レースはジャン周回1コーナーから1センター、まずは揺さぶりをかける動きあるかどうか。西日本勢7番手外に持ち出してゆっくりと上昇を開始しています。2コーナーから向こう上面です。さあ西日本勢が一気に上がってきて、これで先頭をもぎ取ります。7番の西原は影、ジャンの3コーナー、6番阿部大輝が中段外側からさらに上がっていきまして、2センターから4コーナー、先頭が6番の阿部に変わりました。関東勢3名、先頭で7番西村がここで後方からダッシュ開始して6番車を叩いています。チューブトリオが先頭に抜け出し、4番手には6番の阿部、後方展開7番手には5番山田、まくっていけるか。縦一列の状態から4番手6番車阿部大輝のまくり、逃げる7番西村を捉えています。最終3コーナー6番阿部まくり切った、あとは1番台が続いて埼玉2人が飛び出して内粘り、7番の西村、3番手外側3番の伊藤健二直線コース、6番阿部先頭、1番台外側3番車、最後は抜けました、3番の伊藤健二。山本短期での競争です。縦一列の状態でジャン周回の1センターを回っていきます。まずは2番の小野が徐々に上がっていきまして、ジャン前2コーナーからバック、2番小野が9番車天田裕樹を抑え込んで中段は並走状態、ジャンが上がっています。正攻法には3番内村、自在タイプがいまして7番の富、3番手続く8番車山本、レース展開はスロー。2番小野が関東勢を抑え込んだまま4コーナーカーブ、そこから徐々にスピードを上げてきた2番の小野が3番の内村を叩いて先頭です。2番小野が先行を取ります。2番小野に5番車萩原、3番の内村が切り替えていきます。6番車は交代、7番の富4番手、後方からまくる9番の天田が3番手まで追いついた。最終3コーナー逃げる2番小野、5番車の牽制をかいくぐる9番天田2番手、内には3番の内村直線コース、2番小野先頭も外側から突っ込んできた3番9番、2番小野が残ったか。2番安定成績の4番井原はマクリニューウェイトーク機動力タイプ、バック数は7番早坂に次いで2番手です。4番井原には3番の萩原美沙夫がついていきます。4番3番とここは中近勢後攻めから上昇を開始してジャンを迎えています。5番の石毛も外上がっていき、外側3番手7番の早坂周吾は下がって5番手位置につけています。5番手ちょっと車間が5写真ほど開いて2センターから4コーナー、ジャン激しくなって4コーナーカーブ、先段4車を抜け出しています。4番井原和彦の先行で残り1周を迎える、間髪入れず7番車早坂周吾が仕掛けていった。ダッシュに物を言わせて7番の早坂周吾が4番車井原を叩いています。7番早坂先頭、1番内藤、続く8番車伊藤、東北勢3名抜けるが9番車小林紀之をまくっていき2番手外、2センター回りました。逃げる7番早坂、自ら牽制していくが9番小林が迫ってまくりきた。9番小林紀之先頭、あとは外から1番5番2番が突っ込んできた。9番小林紀之のまくり切り、迎えて1コーナーから1センターです。1番5番近畿勢の後ろ回っていきますのは7番の筒井敦です。
まくりと追い込みの自在。この7番の筒井の後ろには8番伊藤聖輝がいます。バック数2桁で8番伊藤にも先行力があります。さらに最後尾2番の佐藤、縦1列の状態でジャンが鳴り響いています。縦1列で3コーナーから4コーナー、5番手から1番山田久典が上がっていきまして2センター、主導権は1番の山田久典が取っていきます。1番5番近畿勢の主導権で7番の筒井が3番手、続く8番の伊藤、2番の佐藤、4番の美月が4番手内側、さあ9番の石井は7番手からのまくり展開で1コーナーから1センターです。9番石井が外側に持ち出して踏み込んでいく体勢、1番山田がスピードを徐々に上げていき2コーナーカーブ、1番山田の先行に番手続く5番の三谷、そして3番手には7番石井、続く4番三谷、9番の石井がまくり追い込んでいきまして3番手から2番手、7番の筒井が内をすくって直線コースに帰ってきた。逃げる1番山田、9番の石井修二がまくり切ってゴールイン。9番2番3番です。そうです、最後には必ず好位を取ってくるベテラン7番の小川圭二、6番田中7番手からの上昇、ジャン前2コーナーからバックです。さあ難関勢が4番車一ノ瀬を抑え込んでいきまして上昇、8番相川も外側上がり、4番の一ノ瀬は縮まれてこれで後方展開となっていきます。ジャンの 3,4 コーナー中間で8番相川が中段位置4番手、先頭風を切る体勢は6番田中和人、4番の一ノ瀬が8番手回りとなって5手踏み展開、残り1周を迎えるところで後方集団から一気に上がってきた8番の相川英吾が叩いて先頭です。主導権を握りました。8番の相川先頭、1番の藤田、続く5番の木村、関東3名で切って7番小川がついていく、4番手後方8番手からまくっていく4番一ノ瀬が5番手外まで迫ってきた。最終3コーナー逃げる8番の相川、続く1番の藤田、後ろを伺って3番手内からは5番の木村、さらに外側から4番の一ノ瀬まくってきて直線コース、8番の相川先頭、1番藤田がかわして、1番藤田かわして伸びて1着、1番8番埼玉ワンツー、と攻めを取りました。縦1列の状態、ジャン周回の1センターからこれから2コーナーを回るところ、8番手から5番車神山拓也が上昇を開始して2コーナーを通過していきます。さあ栃木馬勢の上昇、それを追っていきますと外側から2番の平原、ジャンが鳴り響いて埼玉応援団席がある3コーナーを通過していきまして、先頭は2番の平原光太が取っていきます。7番の日体雄大が3番手外、内側には5番の神山、さらに外側を4番の増谷が発進して、今日は4番増谷の先行策か、さあ4番増谷がスピード上げた、後ろを伺いながら4番の増谷が手を捨てかけ、3番手には2番の平原、さらに後方から7番の日田雄大が仕掛けていく、1センターから2コーナー、3番手アンコの状態だ、内をすくっては5番の神山、外から行くのは2番の平原、7番日田に合わせる形で2番の平原まくっていって先頭、7番の日田雄大が続く、さらに内側は9番の岡田、7番の日田ですが外に浮いた、3番手内からスルッと3番の岩瀬直進行、2番の平原先頭、9番の岡田を詰めていき外側から3番車、最後は3番岩津雄介、